大地とかの気持ちを理解してあげるっていうのも親としては大事なことかな、うん、と。大地立ってた梅酒あら今日はね大地自閉症の子にはつきものというか率が高いと言われている聴覚過敏の話をしたいと思います。聞こえる音が普通の人よりもちょっとこう敏感で、まあ、それが原因でパニックだったり癇癪を起こしたりとかすることがあるんですけど、大地にももちろん聴覚過敏があって、お出かけするのもだいたいこういう風な静かなところ、もう今ここ公園なんですけど落ち着いた感じで、遊園地とかそういう風なところの賑やかさは、まあ、多分どうもないかなと思うんですけど、何があかんかな大地には。 BGM の大きなお店での食事、これがちょっと無理ですね。ご飯食べなくなるので、 YouTube の過去動画でもあるんですけど、店内の BGM の大きいマクドナルドで食べた時は、まあ、頭の上からこう音楽がガン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 なってて、その時はさすがに大地食べへんかって、 BGM の大きいお店での食事が苦手なんかなっていうのが分かったんですけど、音の小さい店モスバーガーに行って、食事したところ、もう全然普通に楽しく食べれたっていう動画があるんですけど、音楽が原因でちょっと調子が悪くなるでしょうと、聴覚過敏なんですけど、一般的によくあるのが運動会の時のよーいドンのこのピストルパーンいう音が、怖かったり、あとは騒音ですね、ザワ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 した音、あとちっちゃいお子さんの泣く声で、大地の場合は特にあれなんですけど、ビニール袋がこうガザ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 と擦れる音、これが特に苦手です。これがあまりにもひどすぎるとパニックを起こしたりするんですけど、過去の動画で動物園行った時にちっちゃい子供が泣いてて、それでもうイーってなっちゃってパニックを起こしたり、くら寿司でパニックを起こしたりとかいうのもあるんですけど、小さなお子さんの声だけっていうわけでもないんですけど、いろんなもうことがこう積み重なってのパニックなんですけど、でもその聴覚過敏っていうのが分かってから対策が取れるようになってきたんで、ちょっと怪しいなあいう時はこう人混みからこうちょっと離れたったりとか、でこうやってもう耳塞いだったりとか、イヤーマフとかいうのもこうカポッとこうするやつとかも買って試したんですけど、最初はねちょっとまあできてたんですけど、やっぱこう長時間つけてるのが苦手なんで、もうすぐ外しちゃうっていうのもあって、でそれができひんかって、あと耳栓タイプっていうね、もうこのカポっていうイヤーマフとは別にこう耳栓のタイプ、これ耳栓なんですけど、こういう耳栓タイプのやつ、これを大地にこうやってたんですけど、大地でこう今やったら多分嫌がると思うんですけど、大地耳栓笑ってるやん、ちょっと大地嫌なんですけど、こうやってやることで大地の声は全然聞こえるけど騒音が軽減されるみたいな、でこういうのもつけてて、そのイヤーマフとかも大地のその聴覚過敏がどんな感じで軽減されるんだろうみたいな感じで、パパもこう実際こうつけていろいろ試してるんだけど、まあパパの耳は多分一般的は思うんですけど、一般的な人間がこうつけても結構静かな世界に浸れるというか、集中力も上がるし穏やかな時間が過ごせるんで、大地はちょっとなかなかできないんですけど、もう自分でつけて大地のしんどさっていうのを自分でこう理解しようかなとつけてるんですけど、例えばもうテレビとかみんながバン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 見てるところで勉強しろとか言われたらやっぱり集中できないんだけど、そういうふうな時にイヤーマフとかしたら周りの音もまあ軽減されて、それでまあ勉強しよう思ったら何度かできたりすると思うんだけど、それがもうこの通常のこの今の状態でパパに聞こえてる何十倍何百倍とかいうこの音域をこう大地の耳がこうキャッチしてるんで、やっぱ不快な音とかもいっぱい入ってくるみたいなんですよ。大地くんの耳は過敏じゃなくて高性能、大地の耳は高性能で、パパたちの耳が一般的と言われてるんですけど、それ以上の音が聞こえる立派な耳がここについてるということで、この時代には大地のこの高性能な耳が生活しづらいようなんで、ちょっと困ったもんだよな。7目こうやってもうこの聴覚過敏でちょっとイライラするのかなとか、パニックになりそうやなとかいうのをこう理解できるだけで全然対応も変えられるんで、例えばこうやって今こうやって2人で散歩してる時に近くにちっちゃい子らがわーっと遊んでたとするじゃないですか、でも大地の顔色見てて、あちょっとそろそろやばいな思ったらちょっと移動しようかみたいな、静かなところに移動するとか、ちょっとこう耳塞いであるとかで、ちょっとしたらこう気分も落ち着いてくるんで、楽しいお出かけとかができると思います。
コーヒーは聴覚過敏っていうのがそのイヤーマフだったり耳栓とかで軽減できるので、聴覚過敏でないパパとかでもつけることですごく集中力が上がったりするんで、結構おすすめです。今見せてたこれパパが使ってるループの古いやつなんですけど、今回このループさんから新しい新商品をこれどうぞ使ってくださいってくらはったんで、ちょっとこれ紹介したいんですけど、これ見て、ループさんがくらはった、どうぞって。こんな感じでするかな。耳の大きさもいろいろついてるんですけどね、新製品、新商品、前のやつで、新商品がねこんな感じでちゃんとこうケースに収まるような感じでついてます。これちょっとやってみましょうか。ちょっとやってみる、一回やってみる。耳パパね、これ今寝るときにつけてるんですけど、すごく睡眠の質上がってます、これつけて。で、大地が夜起きてなんパパって呼んだとしても全然聞こえるんで安心してつけられるんですけど、ちょっとつけてみますね。こうパッと見もう毛伸びてるのもあるんですけど、目立たへんし、これ今ちょうど周りに結構ざわざわしてるんですけど、ちっちゃい子とかの声もいるんですけど、全然静かな感じで、今喋ってるパパの自分の声がよく聞こえるぐらいで、ここにいる時の大地の声もよく拾えるんで、これ結構大人の人にもおすすめです。こういう風なのをこうまあつけることで聴覚過敏、まあ、大地とかのこう気持ちをこう理解してあげるっていうのも、結構親としては大事なことかな。実際に大地はパパがこれ使って軽減されてるに、パパがいてもうるさいなあいうところと同じぐらいの普段からそういう音をこの大地の耳拾ってて、その中でこれつけたら、あ、大地はこんだけうるさいところでも軽減されたら落ち着くんだなっていうのが理解できるだけでも接し方も変わってくるんじゃないかなと思います。なあ、大地は耳栓せえへんか。なかなかね、大地にもこれつけたらすごくええと思うんですけど、やっぱこの聴覚過敏あるんですけど、まあ、そのよく言う感覚過敏っていうのも合わせ持ってるんで、音はうるさいけどイヤーマフする感覚は嫌だ、耳栓する感覚も嫌だみたいなんで、なかなか難しいんですけど、大地にはちょっと難しいですけど、これループさんの耳栓、概要欄に詳細貼っとくんで、ぜひ一遍お子様の立場になってつけてみてください。新製品いうことも昔のに比べてもね、つけ心地も良くなってるし、普段使いにも全然使えると思います。仕事中とかでも、ね、使ってこう集中力上げながら作業もできると思って、よろしかったらご検討ください。ママ、ママ、ママ。聴覚過敏いうのがやっぱり人間どうしてもみんな一緒ってい こう考えがあってしまうので、自分が耳うるさくなかったら他の人も大丈夫だろうってい こう考えになりやすいんですけど、まあ大地の場合はこうパッと見こう障害持ってるなっていうのがよくわかるんですけど、よく言われるのが障害の、グレーゾーンの方たちが、もう学校とかでももう見た目も健常者と変わらへんような子たちがいたとしたら、例えばちょっと騒がしいところで頭が痛いとか、こうちょっとしんどいんですとか言うたところで、大人の人が聴覚過敏というものをよく分かってなかったら、これぐらい我慢しなさいよみたいな感じにちょっと言われかねない。それもね、みんながみんなに理解してくれっていうのも難しいと思うんだけど、せめてお父さんお母さんぐらいはこの聴覚過敏っていうのがどんなもんなのかっていうのを理解する上にでも、こういったものをつけて実際に体験してみて、でお子さんと接してみたらだいぶ接し方も変わるんじゃないかなと思います。というわけで今日はこのループさんの耳栓紹介をしてみました。音をもう全く消してしまうとかいうものじゃなくて、軽減させるという機能を持った耳栓なんで、詳しくはねホームページとかにも書いてあると思うんで、ぜひご覧ください。ごめんごめん、ちょっとね、大地がこう退屈さんって言ったみたいなんで、じゃあこうでしょうか。よしよしよし、わかったわかった。せっせっせするか。よっしゃ、せっせっせしたろ。せっせの三つ、せっせっせー、夏っぽい、夏っぽい、八十八十八、ちゃんちゃん。なんか大地からしたらあれやんな、パパそんな音も聞こえへんのってことやんな。そしたら
ちょっとのんびりしようか。うん。よし、ほな今日も一日頑張るぞ。えいえい。お、頑張ります。はい。ご視聴ありがとうございました。はい、ループ買ってね。バイバイ、バイバイ。バイバイ。はい、ありがとうございました。